あんた誰？いや、そっくりだなと。自分の力にも気づいてるんじゃない？めぐみくんはさ、君のお父さんが善意家に対して取っておいた最高のカードだったんだよ。で、そのお父さんなんだけど、僕が別に何年も会ってないから顔も覚えてない。積み木の母親も少し前から帰ってない。あ、めぐみ帰ってきた。もう俺たちは用済みで。君はどうしたい？善意家行きたい？そこに行けば積み木は幸せになれるのか、それ次第だ。ない、 100% ない。あとは任せなさい。頑張ってね。強くなってよ。僕に置いていかれないくらい。グレベルの6でなしでどうだったんだよ。蒸発資金の謎が解けた。俺は全員家とやらに売られたらしい。ああ、ムカつくよ。あんたのそのデリカシーのなさが特に。しかもそのムカつく男が全員家の剣を帳消しにして、俺が将来呪術師として働くことを担保に、俺たち二人の交戦からの金銭的援助を通してくれた。気安く触らないでもらえるかしらん、泥棒猫ちゃんたち。めぐみちゃんはこれから私と一緒にバイオリンのお稽古なのよ。帰るわよ。めぐみちゃん、今日こそキラキラ星をマスターしてもらうわん。気にせず行ってください。駅はここまっすぐです。ん？で、マジでなんすか。恥ずかしいんでやめてもらえます？うん、説明。